女優、木村彩乃が22日、都内で行われた、ボンマルシェスペシャルイベント旅するごちそう、トークショーに出席。インスタグラムに自身で作った料理を、ふみはんと、ハッシュタグをつけて投稿し、料理上手として、話題も呼んでおり、ズバリ料理とは？と聞かれると、正直に言ってしまえば、生活の一部ですと習慣になっていることなどを語った。以前は和食なら和食、洋食なら洋食という作り方しかできなかったとするも、最近は余裕ができ始めて、昨日作ったものでアレンジするとか、一手間加える心の余裕ができてきました。そういうことができ始めると料理ってどんどん楽しくなると笑顔で話していた。さらに旅先で感動を覚えたのは、スペインと明石、オリーブオイルと塩コショウで食べていて、その食べ方がすごい感動的でした。海外の料理は味が濃いと思っていたんですけど、素材が良いからこそ何もせずに美味しくいられるのを知りましたと振り返っていた。国内では撮影で富山に行くとお水も美味しくて海もあって山もあって環境が全て整っている。何を食べても美味しい感動がありますねと絶賛していた。日清製粉グループでは1月からハッピーメニュープロジェクトと題して木村をハッピーメニューアンバサダーとして起用。新しいコミュニケーションメッセージ、ハッピーメニューツーユーと共に広告を展開している。同プロジェクトは、ライフスタイル特集、ボンマルシェとコラボし、この日は、女性150人を前に、料理の楽しさを伝えた。トークショーには、向井亜紀、青木愛も登壇した。